肩の凝るありがたいお言葉だこと、みんな承知の上で来てるってのによ。お、なあ、俺はアフィンって言うんだ。よろしくな、相棒。何キョロキョロしてるんだよ。相棒ってのはお前のことだよ、相棒。たまたまとはいえ、同じ組になったんだ。仲良くしていこうぜ。それにしたって、随分と聞き心地のいいことしか言わないんだな。嘘とまでは言わないけどよ。何がって、おいおい、忘れたのか、10年前にあったあれを。いや、そうか、あのことを忘れたいんだろう。うん、わかる。すっげえよくわかるよ。俺も忘れたいって何度も思ったし。よし、わかった。これ以上は何も聞かないでおく。細かいことは気にせずに頑張ろうぜ。転送座標の設定終了。アークスは順次出撃してください。お、準備ができたみたいだな。初陣らしくぬるい地域みたいだぜ。まあ気楽に行こうぜ。すげえなー。あっち向いてもこっち向いても緑だらけなんだかワクワクしてきたぜ。ちょっと焦りすぎてもダメだよな。うん、ああ、そうそう、俺たち戦闘は初めてだし、基本的な動きとか練習させてもらえるみたいだぜ。よろしくな、相棒。訓練用学習プログラムを担当するヒルダだ。時間が惜しい。早速だが始めるぞ。まずは移動手段を確認しろ。ではこちらの十分なようだな。では攻撃手段の指南に移るぞ。さあ実際に武器を使ってみるんだ。助かるな。続いてのカリキュラムは3弾の連続攻撃だ。じゃあタイミングを取って3弾攻撃を行ってみろ。今、うん、実際にフォトンアーツを使用してみるといい。よろしい、従前だ。では場所を変えるぞ。先に進め。
つらえ向きだ。跳躍軌道についても確認しておけ。そこの丘の上に補給物資が。では先に。いや、原生種か。元気だな。って、なんかこっちに来てね。どう見ても仲良くしましょうって雰囲気じゃねえよな、これ。相棒、やるしかないみたいだぞ。基本だ。回復手段についても教えておこう。よし、では実際にモノメートを使用してみるって。では先に進め。最大の攻撃、まずエネミーからの攻撃回避方法だ。よし、これも習うより慣れろだ。実際に避けてみせろ。うん、様になってきたじゃないか。では次は応用だ。応用的な使用方法がある。好きなように試してみるといい。では先に進め。Emergency Code Attack!装置などでも可能だ。まもなく回復装置をそちらに投下する。
使ってみるといい。こちらヒルダだ。周囲区域オールグリーン、目標座標送信、投下許可を発布する。武器の装備と変更についても話をしておこう。では今の要領で武器を切り替えてみろ。よし、私が指南できるのはここまでだ。あとは実戦で経験を積み学んでいくといい。ここまで私の手を煩わせたのだから無意に死ぬことは許さんぞ。ふぅ、なんとかなったな。とはいえここから先に進んでも同じようなことが待ってるんだろうな。俺戦いたいってわけじゃないのに、言ってもしゃあねえか。指令も来てるし先に進もうぜ。一段落ってところか。人間慣れるもんだな。お前はどうよ、慣れた？つっても俺よりうまく動けてるし、心配するだけやぼか。俺はさ、人を探すためにアークスになったんだ。だから戦いのうまさとか試験の結果とかどうでもいいんだよな。なあ相棒、お前はどうしてアークスになろうって思ったんだ？なんだ？管制よりアークス各員へ緊急連絡。惑星ナベリウスにてコード D 発令、フォトン係数が危険域に達しています。繰り返します。惑星ナベリウスにてコード D が発令、空間侵食を観測、出現します。 おい相棒、あれ。嘘だろ、何もないところから真っ黒い奴らが現れた。それになんだよこのまがまがしいフォトンは。クソ、何なんだよこいつら。ダーカー出現を観測。空間共有限界を超えています。全アークスへ通達。最優先命令コードによるダーカーへの戒厳令が下されました。こいつらがダーカー、アークスの敵で宇宙の敵で全てを食らい尽くすもの。なんでだよ、どうしてだよ。ナベリウスにはいないはずだろう。突破って正気か相棒。こんなにダーカーがいるってのに。なあ、もうクソ分かってるよ。それしか道がないって俺でも分かる。どっか他のチームに合流できればなんとかなるかもしれねえしな。どうにでもなれ。なんとかうまくいったな。ここまで来れば追ってこないだろう。まだ湧いてきやがるのかよ。くそ、もうやるしかねえ。Emergency! Code!
Completed.相棒、あそこ俺たちと同じ試験生がいるぞ。おいおい、無事か。よかった、こっちは二人で。そんな冗談だろ。こんなにあっけなく人が。なんでこんなにたくさん来るんだよ。何が目的なんだよお前らは。いや、恐ろしいぐらいドンピシャ。悠長のエコーを置いてきて正解だったぜ。おいお前ら大丈夫か。世紀のアークス、救援に来てくれたんですね。よかった、助かった。なんつうか思ったより数がいるな。これ正直すんげえ予想外。ちょっと先輩、助けに来てくれたんじゃ。だから今助けの助けを呼んどいた。合流地点はこの先だ。すっきりぞ。じゃあ俺たちも戦うんですか。アークスなんだから当然だろう。ほらお前と違ってそっちのやつはしっかり準備してるぜ。おい、相棒。わかったよ、わかりました。やるしかないって言いたいんだろ。お前、初陣にしては肝は据わってるな。なかなか見どころあるぜ。って、いや、ちょっと失礼。その顔、どっかで見たことあるような。どこだったかな。まあ考えるのは後でいいか。それじゃ行くぜルーキーども、きちんとついてこいよ。なんで初陣からこんなことに。そう悲観するなよルーキー、安心しとけって。二人とも俺が守ってやるからよ。
にもこんなにいっぱい。どうするんすか先輩。いちいちうっせえな。道中含めりゃもっといただろうが。いい加減なれろっての。さて頃合い的にはそろそろなんだが、あいつまた遅刻か。いやすまんなルーキー、助けを呼んでおいたはずなんだが、どうもそいつが遅刻してるみたいだ。ちょっとゼノン、新人にいきなりマイナスイメージを吹き込まないでよ。お、来た来た。遅えのが悪いんだよエコ。それより状況はどうなってる？まだダメ、ダーカーの数が多すぎて撹乱されてる。本格的な機関転送ができないみたい。なるほどな。要するにこの辺りのダーカーをやっちまえば脱出できるってわけか。私も行こうか。大丈夫だ、このルーキーたち結構な腕だぜ。ともすりゃお前より強いかもな。もう勝手にしなよ。さてルーキー、最後の仕上げだ。ここいらの奴らをぶち倒しておしまいにするぞ。奥の手行くぜ。お帰りなさい。あなたたちも大丈夫？怪我とかしてない？おいおい、俺がついてたんだぜ。そんなヘマさせっかっての。だから心配なんじゃない。ごめんね、無茶ばっかさせられたと思うけど、もう大丈夫だから。お前な。あの先輩、こちらどなたですか？っていうか俺たち多分先輩の名前も聞いてない。ちょっとゼノ、どういうこと？自己紹介もしてなかったの？あ
ああ、そういや忘れてた。いや、すまん。なんだか俺のこと知っている気がしてな。改めて、俺はゼノって言うんだ。こっちのうるさいのがエコー。よろしくね。あと、うるさくないからね。あ、俺、アフィンって言います。よろしくお願いします。こいつは相棒。俺たちアークスになったばっかで、何が何だか、わけがわからなくて。いいんだよ、細かいことは考えなくて。そういうのは上の仕事だ。あるいは自分で調べろ。さっき出てきたのがダーカーで、俺たちアークスのフグ大天の敵。俺から言えるのはそのぐらいだ。まあ変な夢抱いたままじゃなくて、いきなり現実を知ることができたってのは逆に良かったと思うぜ。ちょっとゼノ、少しは考えてよ。この子たち、いきなりの実戦でショックを受けてるのよ。そんなおもんばかったところでダーカーと戦うって現実は変わらねえよ。だったら早めに知っておいた方がいい。その方が長生きできるからな。ほらほら、そんな辛気臭い顔するな。お前らは生きてる。生還したんだぞ。終了任務達成、バンバン歳じゃねえか。でも俺たち以外の試験生が目の前で。それこそアークスにはつきものだ。いちいち悲しんでる暇もねえよ。ほら胸を張れ。志半ばで倒れた奴らのためにもな。はい。そう、それでいいぜ、アフィン。納得できなくても、うなずく気力があれば大抵のことはなんとかなるさ。その悔しさを忘れるな、諦めるな。忘れず諦めずにいれば、いつかきっとなんとかなる。かっこいいこと言ってるように聞こえるかもしれないけど、今の完全に受け売りだからね。おい、こら、エコーバラすな。いいんだよ、師匠の言葉は俺の言葉だ。格言を勝手に作らないの。まったく、昔から勝手ばかりして、私の苦労も少しは考えてよね。お前の遅刻癖は俺のせいじゃないだろう。うるさいゼノ。ほら、もうすぐアークスシップに着くわよ。ほら、そこのルーキー君二人組も笑ってないで準備しなさい。さて、無事に戻ってきたことだし、ロビーでのんびりすっか。ダメ、報告が先。はいはい、わってるよ、うっせえな。まあ、そんなわけでルーキーたち、俺がお守りしてやれるのはここまでだ。こうやって知り合ったのも縁だろう。何かあったら声かけてくれ。じゃあまたな。頑張ってね。はあ、嵐のような人だったな。いや、嵐のような出来事っていうのか。何はともあれ疲れた。ここってアークスのために用意されたロビーってとこだろ。ショップなんかはもちろん、休憩するための施設なんかもあるはずだからさ。
俺ちょっとロビー回って頭を冷やしてくるよ。いろいろありすぎて頭がぐっちゃぐちゃでさ。じゃあまたな相棒。よ、最高だな。じゃあの。何かしら。さよなら。どうしました？さようなら。こんにちは。参ったな。それでは。待っていた。いいな。この表現は認識の相違がある。待たせてしまっただろうか。私の名はシオン。私の言葉があなたの信用を得るために幾ばくかの時間を要することは理解している。それでもどうか聞き届けてほしい。無限にも等しい思考の末、私が見出した事象を。私は観測するだけの存在。あなたへの干渉は行わない。だが動かなければ道はついえる。故に私は示す。あらゆる偶然を演算し計算しここに表す。偶事を拾い集め必然となす。そのものをマターボードという。私は観測するだけの存在。あなたを導く役割を持たない。だがマターボードはあなたを導くだろう。私の後悔が示した道が指針なき時のしるべとなることを願う。未だ信用も信頼も得られずと推測する。あなたのその思考は正しく正常である。私もそれを妥当と判断する。しかし私はそれでもあなたを信じている。私はあなたの空虚なる友。どこにでもいるしどこにもいない。質問はいつでも受け入れよう。
よ。まあ。じゃあな。どのクエストにする？よろしくね。
Thank you.
の？どのクエストにしますか？よろしくお願いします。なんだアークスの人か。はあ、よかった。エネミーかと思いましたよ。いや、僕あんまり戦うのは好きじゃなくてですね、アークスになったのもたまたま適性があったのと人気があったからそうしただけで、正直怖いことはしたくないんです。はあ、なんと変な話をしてすみませんでした。それじゃあ僕は行きますね。
attack! いやあ、君か。常に緊張感を持つのを忘れないように。特にダーカーとの戦いは油断禁物だぞ。ダーカーを放置しておけば、フォトンを扱う力を持たない原生などすぐに侵食され先兵とされてしまう。それを未然に防ぐのもアークスの役目。残酷だが、侵食された原生を倒すのもまたしかりだ。私も若い頃はためらった。侵食を受けているとはいえ、原生の姿をした生物を倒すことに呵責もあった。だがためらう私に向かってあの男は言ったのだ。我々が救ってやらねば誰が救うのだ。
見ちゃったぜ。何よって？あれだよ、噂の人影ってやつだよ。知らないのか？ナベルスで時々真っ黒な人影が目撃されてるって話。いやー、すごかったぜ。あれはみんなもびっくりするよ。
本当に黒ずくめだもんな。詳細？冗談、怖くて近づけねえよ。それになんか近寄りがたい雰囲気も出してたしな。命あってのなんとやら、俺は見られただけで満足。よっ、最高だな。
何かしら。旅立つ前の準備を忘れずに。よっじゃあな。どのクエストにしますか？よろしくお願いします。
よろしくな、相棒。この惑星、興味深くはあるのだが、手詰まりか。ここらが潮時だな。おや？君はアークスかな？こんなところで会うとは奇遇だね。へえ、なかなかいい顔をしているね、君。おっと失礼、邪魔をした。君は探索を続けてくれたまえ。
通達だ。よく聞け。ご同輩か。
最近はナベリウスに来るアークスも増えてきているんだな。この前のダーカー大発生までは道中で誰かに会うなんてほとんどなかったんだぞ。ただ多くのアークスがいるというのは危険ということの証左でもある。本来は誰も来ない状態がベストだな。ま、俺たちとしては飯の食い上げで困ってしまうが、平和で済むならその方がいい。Yeah.
しました？どのクエストにしますか？よろしくお願いします。
じゃあな。私に用か。さらばだ。あたしにお任せ。それじゃあまたね。何お金。また来たまえ。何をしたいのかな。またいつでもどうぞ。どのクエストにする？私に任せておけ。では行くぞ。ついてこい。
辺りは気配なしと。どう相棒、どうしたよ。俺は任務中だよ。簡単な偵察任務、いわゆる下積みってやつ。いろいろやって認められないと、いろんな惑星に行く許可が出ないだろう。派手な戦果があれば一発許可らしいけど、俺にはちょっと厳しいからな。それでもアークスになるまでかかった時間よりは短いし十分だ。じゃあな。ところに、なあちょっと聞いてくれよ。この惑星最近ダーカーが出るだろ。あれの影響かなんだか知らないけど、原生生物の凶暴になってるらしいぜ。会う人会う人に気をつけろって注意されまくってんだよ。まったくおせっかいたりあるしね。ここが危険なことぐらい最初の時に言いたいほど分かったっての。今。
んにちは。最近ナベリウスに来るアークスが増えているわね。この前ダーカーがいっぱい出現して以来と言うべきかしら。実はこれあまり良くない傾向。アークスがいっぱいいるというのはそこが危ないっていうことだから。私もアークスだけど、できるならアークスとしての活動をしなくて済むようにしたい。それがきっと平和ってことだから。私と同じことを言っている人。そう。